料理は茶色ければ茶色いほど美味しい。ということで、みゃーちめんそーれしもじけちちゆうきと、みゃーちめんそーれしもじけむつねすみれです。ということで、ね、今日も Vlog やっていこうと思うんですが、本日はですね、2024年の4月の6日となっております。もうね、新生活始まってますねといったところで、あいにくですね、今日は1日中宮古島は雨降り模様なんですよ。ということで、今17時を回ったんですけど、まあ、雨の日はね、まったりお家で過ごそうじゃないかということで、まあ、今買い物してきまして、あのお家で鉄板焼きやりたいと思います。鉄板焼きバーベキューっていうのか、まあ、肉焼いてね、ビールでも飲もうかなと思ってますので、よろしくお願いします。オーケー、まずは鉄板持ってきました。で、お米セット完了で、今日の食材ね、肉、牛肉、沖そば、豚、チュラ豚、沖縄豚、人参、玉ねぎ、じゃがいも、キャベツ、ピーマン、ナス、ウインナーにハムですね。これをね、焼いて楽しんでいきたいと思います。これもいいぜ。野菜刻みから、ピーピーは2つぐらいいっちゃう、うん、宮古島さんピーマン、うんうん、何言うの、うん、ピーも好きでしょ、宮古島、うん、好きじゃない、ゴーヤよりはマシだけど、ここ好きっすよ。鉄板焼きだから大きめでもいいかも、大きめで。大きめで切る。ザクザクで大きめで。よし、オッケー、こんなもんでしょ。羽のやつだったらさ、グリッて入ってくるから取りやすい。結構取れるよ。感じ？うん。よし、オッケー。うん。豚肉の方もね、切っていきます。本当はとんかつとかに使うよ。よし、OK、準備完了。さすめちゃん、準備の方整いました。プレート、綺麗に洗いました。で、野菜ね、人参、じゃが玉で、豚肉に、今牛は冷蔵庫に眠ってますね。で、ナスビとキャベツと、奥が、何だったっけこれ、最初ピーマンが入ってます。じゃあ、やっていきたいと思います。鉄板焼きスタート。うん、あったかくなってきてる。ちょっと、ストップついてる。うん、もっともっと、OK、 うん、でこれで広々と、うん、全体に広げていくと。そうそうそう、全体ね。まず何から焼きます？もちろん野菜じゃん。野菜だよね。いや、硬いのから、人参じゃがいもからいくか。硬いからね。 OK、 でこの、じゃあ忍玉じゃがからいきましょう。この分野から半分ぐらいずついきましょう。焼きそばの分も残したいので、玉ねぎ半分ね。私の人参もやるね。うん、人参ね、はい。おお、いいですね。じゃがいもやる？じゃがいももね。
ヒラペッタイのとチビのがあるから、チビはあれで使うから、ヒラペッタイのからやったから焼きそばに使うから、ちょっといいかな。おい、うまそうだね、アシメルちゃん。どう？痛い、跳ねた。跳ねるよ、気をつけてね。ちょっと豚ちゃんもね、フライング気味に入れとこうか。少しね。お気持ちもいいね。決めたもういいって、残りがないって。やっぱりさ、始めちゃわないといけないよね。やばプルリーディーディーディー召喚した。ユキはビールを召喚した。ペッパーバーベキューパーティーで乾杯。乾杯。うまいですね。カルビ肉うまそげではですね、僕は味見ということで、豚もも肉かな、最初に入れてあげて、ちっちゃいの食べたいそうです。これな、ちょっと来ます。あ、うまっ。いいよね、鉄板肉。まず食べたいんです。じゃがくんなそうだ。おー、うまそうですね、すみれさん、お野菜。はい。お米も完成。うわ、うまそう。いけ。よし、そろそろ食べるか。いいんじゃないの。うん、うまっ。うますぎる。うめぇ。うみゃ。じゃがいもがうまいんだよ。じゃがいもうまそげじゃない、これ。うん、うまっ。第一の味だという。玉ねぎも美味しい。うん、玉ねぎうまっ。どう、決めた。何食べてない。頑張る。すごい鉄板焼き。麺の嫌いなジャガイモ。美味しくて。それでさ、バーベキューもやりながらさ、ビールも飲めて、焼肉もやりながら野菜も食べれて、最高じゃん。安いさ。家でね、コスパ最強だね。立ち飲みだから。で、ちなみに、お店に行くとね、これぐらいやるとどうでしょうか。一人、まあ、2,000〜3,000円ぐらいかかるのかなといったところかなと思うんですが、本当は野菜とかね、もういろいろ合わせて約ね、約3,000円でした、予算。うん、で、まあ、ビール代入れたらもう3,500とか、それぐらい。うん、なんで最高ですね、コスパ上等ですね。野菜の方が美味しいよな。うん、ヘッパーも野菜うまいんだよ。跳ねるのか。うーさー、うーまっそげだね。うましら。うん、マスビもうまそうだよ、これ。うわ、やば。焼きナスができたんですけど、ちょっと趣向を変えてね、めんつゆなかったんで、そばつゆっていうのかながあったんで、これねで食べてみたいと思います。じゃあ、ナスビ行ってみたいと思います。焼きナスビね、めちゃくちゃうまそう。で、めんつゆもどきのそばつゆね。うん、
熱すぎて絶妙にわからない。微妙。天ぷらとかだったら美味しいと思うけどな。じゃあ焼肉のタレね。焼肉のタレ。ここっすね。うまいよでも、ね。今度はですね、焼きそばやっていきたいと思います。でちなみにちょっとね、ドラえもんの映画がね、最近あのバウンディのドラえもんの歌にハマってて、すみれちゃんと一緒に。で、アマプラで今。あのドラえもんの映画前のやつね、去年か一昨年出されたやつを見よっかって言って、雨の日なんでね、で今つけてます。なんで見ながらね、あの焼いて食べていきたいと思います。あ、これ飛行しながらさ、伸びたく飛行かったりすると思う。なんでこれ冬がそうだね。ドラえもん待機中。2本目いっちゃいます。いつも2本ぐらいなんですよね。相当ね、相場投入。一応ね、もりもりだったんである程度野菜食べました。そばいきたいと思います。量もいいぐらいだ。じゃあいいんじゃない？焼きそばは完成。いい感じ。焼きそば完成。めっちゃうまそげ。焼きそばいっちゃいます？いただきます。美味しいかな？料理は茶色ければ茶色いほど美味しい。伸びたさ、パパも小さい頃からずっと小学生だ。ずっと小学生。小学生。でも小五か。小五なんだ。小五か、小五だよ。最後はね、肉牛肉。と思います。いっちゃいます。うステーキですね。うまそうなんだけど、じゃまずは2個ずついきますか。3個ずついきますか。OK。おお、いいね。牛肉でいっちゃいます。これね、メインの牛肉ね。最高でしょこれ。いただきます。うめえ。じゃあすみれちゃん、バクバク食べてますね、お肉と米を。いただきます。一旦ごちそうさまでしたということで、ね、今回の Vlog いかがでしたでしょうか。まあ、飯ての Vlog にね、ほぼほぼなってるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、雨がね
降ってる宮古島で青プラーメンのんびり落ちずね、こうやって過ごしてますよといったところでね、今回終わっていきたいと思います。でこの下漬けのチャンネルではね、こういったまあ僕ら宮古島で住む家族の日常ですねを Vlog でお届けしたり、まあ、観光地なんでね、観光スポットの紹介など、あとグルメどころもね回ってますので、よかったなと思ったらね励みになりますので、チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いしますといったところで今回終わっていきたいと思います。お相手は下津圭一ゆうちでした。ではバイバイ。すみれちゃんはドラえもん見てます